伊賀友香のドライブスルージャーニー。こんにちは。どうも。ごますりジャーニー、ごますりサーリー、セイラサリアです。また何それ。生誕委員とかやってた頃は、はい、なんか どういうタイプのオタクだったの？結構在宅で、それこそ中高バイト禁止の学校やったんで、高校もなんですけど、バイト禁止だったんで、もうほんまにお小遣いでやりくりみたいな感じだったんで、まあ、大体ね、48グループさんのオタクって剣積むとか CD 爆買いとかなんですけど、もうほんまに CD 1、2枚とかで、もう月にとか1個 CD 買えたら嬉しいぐらいのレベルだったんで、ほんまに弱小オタだったんですけど、ただもう Twitter でブワーってしましたね。もうない、もう好きなアイドルさんがももかさんやったんですけど、ももかは神だって言って神扱いして、ももちゃーみたいな、ガチ恋でした。あー、ガチ恋系ね。結構かっこいいタイプの女の子だったんで、そうなんだ。それこそ刈り上げしたりだとか、髪の毛がなんか金髪赤髪とか、独自の路線を貫いてるタイプだったんで、そこに惚れてました。じゃああれなんだ、ボーイッシュ系のメンバーを推してたの？あ、そうです。ボーイッシュ系のメンバーが推しで、好きってなる子はなんかそれこそ王道、結構王道の、それこそ渡辺真由さんとか、あの王道アイドルで自分でちゃんと貫いてる人、そこを、自分の軸がしっかり見えてる人がすごい好きですね。なるほどね。じゃあれか、仮面女子で言ったら、はい、推しはセリちゃんだったけど、はい、結構好きなのはモアちゃんみたいな感じ。言いたい、めっちゃこと分かります。もうなんかすごいドンピシャすぎてびっくりしました。あの仮面女子さん、それこそオタクの時は、あのモアちゃんを待ち受けにしてたりしてたんですよ。ガム強いじゃないですか。え、待って、仮面女子のオタクをしてたの？あ、仮面女子のオタクはなんか、来てなかったんですけど、ほぼ現場には。でもあのツイッターで、あのももちゃんのその48オタクアカウントと地下アイドルにリプする用アカウントがありまして、でその時に分けてたんだ。分けてました。あのその時は、でもかっこいいっていうのって、やっぱ私ライブでかっこいい人とかも見つけるタイプだったんで、でも普通に仮面女子はもう東京はモアちゃんが好きで、で大阪は、まあ、今はもう卒業しちゃってる子なんですけどが好きでみたいな。毎日そっち あのウエストの方は大阪やったので会いに行けると思ってたんで、捨て出する前の子をなんかあのにずっとリップしてました。あなたが捨て出したら行きに行って今日も可愛いね、撮影会に行きたいなって言ったオタクは楽しい、本当に。わかる。オタクってもうさ、一生オタクだよね。え、もうわかりますよね、自分ってオタクなんやな、なんかさ、私も結構モーニング娘さんを、はい、こう好きな時期と、はい、そうじゃない時期が結構こう人生の中であるんだけど、結局帰ってくるのよ、原点に。そう、やっぱここなんだなみたいな。オタクの世界から足を洗えた人っているのかなって思わない？いや、もう、でも何かしらのオタクでいそうですよね。そうだよね、なんかもう、そう、もう死ぬまでオタクよ、はい、何かしらの。楽しいです。マックどこ？なんか徐々に離れてってません？マクドありそうな。そんなことある？ゾイからなんかね、マックっぽいのなさそうに見えるけど、で徐々にあのなんか田舎っぽくなってきて、なんか田舎に向かってる感じするよね。でも田舎にもマックあるからね。あ、待って、曲がり損ねたかもしれない。あ、やばい、やばいかもしれない。道ない。ここ、え、道でもありますよね、あそこ。道行きますよね。しかいないけど大丈夫。じゃああっちに行けない？あ、行き止まりですか？行き止まりかな。あ、やばい。あるのは行き止まりでしょ。私の歌おり。あ、行き止まりだ。行き止まりだ。ミスった、ミスった。だからですかね、トラックのうんちゃんたちみんなめっちゃ見てるよね。不思議な顔で見た。はい。めっちゃ見ない。恥ずかしい、恥ずかしい。逃げろ逃げろ。ごめんなさい。見ないでこっち。あー、びっくりした。もうおしゃべりに夢中でなんか工事現場みたいなとこ入ってがっつり。申し訳ない。おおおお、あ、ここじゃない？出てきた。ここじゃない。おー、やっぱさっきはちょっと田舎っぽいとかなかったでしょ。やっぱちょっと都会っぽい。ちょっとずれてたんだね、やっぱり。合ってたね、サリアちゃんの感覚は。なんやかんや話していたら、はい、着きました。着
いちゃった。慣れたの。え、文字はあるか。あ、え、あ、もう書いてたの。今、なんかノックの書いてほしいでしょ。書いてある。書いてないかな。はい、すいません、ゴディバのってありますか。ゴディバの申し訳ございません、大変好評でいたしました。あら、申し訳ございません。ゴディバ飲みたかった。なかったですね。なかった。残念、はい。というわけで、はい、お目当てのねドリンクはちょっと、はい、買えなかったんだけれども。ピュー。ピュー。でもまあこれはね、ポンクメインの動画だったということで。はい、この後はご主人ジャーニーに続きまーす。続くよー。じゃあねー。バイバーイ。